こんばんは、プラクタルのトクタです。プルカです。こんなテンションですか？はい。杏仁豆腐食べたから。え、私杏仁豆腐はなんかデザート的な疲れたし。杏仁豆腐じゃないやつ、プリンとか。杏仁豆腐食べたいですよね。プリンとか杏仁豆腐食べたいですね。全然杏仁豆腐食べたいですね。じゃあ杏仁豆腐ですよね。はい、はい、ということで今日は杏仁豆腐作っていこうと思います。杏仁豆腐作るの？改めて皆さんこんばんは、フラクタルのドクターです。今回は某古川先生がですね、どうしても杏仁豆腐を食べたいというので杏仁豆腐を作ってみるという企画を立ててみました。はい、いろいろ実験をやっていこうと思います。まずはですね、メッシュリンダーで薬品を測っていくんですが、これ測り取っているのが硫酸と硝酸です。硫酸と硝酸の混合比っていうのはこんな感じ、3対1ですね。これを混ぜることによって混酸が出来上がります。はい、混酸を作ったらフラスコの中に入れていくんですが、ポイントがここの分液ロートを使って入れていくというところです。慎重にテキ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 していく感じですね。はい、滴下速度はこんな感じです。慎重にいきます。ちなみにこれ結構僕のハートのように熱を持つので、冷やしながらやっていきましょう。じゃないと熱暴走するぞってところです。え、ドクターはメンタル弱いんですか？古川先生いたんですね。メンタル弱いですよ僕。弱いんですか？弱いです。よくいましたよ。ちょっと全然気づかなかったです。はい、ベンゼン測ります。普段天秤とかこうやって測ってます？大学でも測ってますよ。特に液体サンプルは体積で見ちゃうと誤差が大きいからね。なるほどなるほど。質量で見るのがポイントです。この天秤でこの測り取るとき、僕固体測るのいいんですけど、液体測るときマジ怖いんですよ。なんで？こぼしたら最悪じゃないですか。まあまあそうね。狂っちゃうなって、いつも手震えかけてやってます、ね、あ、ちょっと入れるの手震えてますね。ちょっと震えてますね。なんならこれちょっと早送りにしますここ。長えな。まあロート使ってもいいかもね。そうですね。はい、ではニトロ化進めます。ここがいよいよ実験の花形ではあるんじゃないかってことです。そうですね。はい、一気に反応が進むところですね。ただ有機化学の弱点と僕は思ってるんですけど、時間かかるんですよ、はい、あ、時間はかかるね。めちゃくちゃ時間かかるので、倍速にしようかとも迷ったんですけど、その時間をかかるのっていうのをダイレクトに感じていただきたいっていうのがあるので、あえてそのままにします。なるほど。はい、まあ早く入れちゃうとね、反応暴走とかしちゃって。そうですね、反応容器からドバッとなったら大変だから、ね、大変ですね。かかったら最悪ですね。緊急シャワー使わないといけないです。そうそう。はい、でこんな風にオレンジになるんですね。これなんですか？これなんですかね。なんですかね。これ多分オレンジジュースです。絶対飲んじゃあかんやつ。いや、こうやって見てると本当に暇してくるので、次はちょっと倍速でいこうと思います。で、ちなみにノックスっていうですね、硝酸、はい、じゃないや、NO2 とか、うん、NO とか、うん、そういったガスが出るので、上でリグ流の冷却管を用いてリフラックスしています。そうですね。はい、で温度を徐々に上げて60度に持っていきます。60度に達したらいよいよニトロ化をするために30分反応にかけます。古川先生、最近なんかいいこととか悪いこととか、なんか日常生活でありました？いいこととか悪いこと、うん、マジで何も考えてなかったわ。グッドニュースみたいな。グッドニュースね。グッドニュースです。ドクターは何かあったんですか？僕はですね、これお店の件になっちゃうんですけど、はい、最近お店のディスプレイを新しく新規一点入れ替えまして、おー、はい、めっちゃ映えになったんですよ。映えっすか？はい、そしたら僕の心も入れ替わったみたいな感じですね。え、どういうこと？いや、特に何も意味もなく言いました。はい、これ何してるんですか？これは今反応終わったやつの上の部分ですね。
ここを吸い取ってるんですけど、上が有機層で下が根酸とか残ったものですね。はいはいはい、はい、上だけをこう吸い取っていきます。頑張って吸ってるけどさ、今思ったら普通に分液ロートでよかったよあのちょうどいいサイズの分液ロートがなくてですね。そうだね、まあくしくもこれを使うしかないという、ちょっと物資なんだったねまあ多少混ざっても大丈夫だろうってことです。そうですね、はい、この後分液にします。でここで古川先生の出ます。なんか今テンパりませんでしたよ。いやいやいや、ちょっとブランクあるんですみませんちょっとテンパってましたよね大丈夫大丈夫、ちょっとプロの腕を見てくださいよ。いやー、慎重に入れていくわけですね。ちょっと怪しいななんかあのぎこちない感じ出てるの気のせいです。あれ大事ですからね、あのテキテキするところを縁に沿わせるの大事ですね。そうですね、これ入れてるのは水ですね。純水を入れて。そうですね、はい、最初ちょっと根酸が混ざってるからそれを水で洗浄するっていうプロセスですね。そうですね、はい、いやこれ一番、これこっちの方が花形なんじゃないですか。まあちょっと映えポイントではある。映えっすよね、はい、で分液っていうだけあってよく振ります。はい、シャカシャカ振りますね。でこれあのポイントがあるんですよ、分液ロート。はい、ポイントです。ポイントはですね、やっぱ混ぜると内圧が上がるんだよね、混合熱。そうですね、でそのガスをちょいちょい上のコップを開けてガスを逃がしてやると、うん、これやんないとあれですからね、まあ、最悪破裂するっていう。破裂するか下からブコーってできちゃうロケットになるっすね、まあ、その前に破裂しますね、はい、綺麗に分液したっていうところで下の層だけを取り出していきます。この時下の層に残っているのが目的である杏仁豆腐ですね。あ、杏仁豆腐作ってるんですね。あ、そう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 、杏仁豆腐ですね。なんか僕その知ってる杏仁豆腐と違うんだよな。杏仁豆腐合成するっていう、やっぱ科学者のプライドを持ってやっていかないとなっていうところですね。はい、はい、で下の層だけをこうやって出していくんですけど、まあ、くれぐれもですね、あの上のところを下に落とさないようにっていうです。そうだね、極力入れないようにかな。そうですね、まあ最悪入っちゃっても大丈夫だけど、まあ、でもあの最悪というか入るとここだったらやり直しちゃいますね。あ、本当にもう一回分液し直します。チキンレース的な感じですよね、これは。そうだね、ここっていうとこで止めるっていう、ね、はい、これを何回も慎重に繰り返していきます。そうですね、やっぱあのこう一般的に実験してる側っていうのはなんか集中してるし楽しいからいいんですけど、こう改めてやってる姿を見ているとやっぱ時間めっちゃかかるんだなと。そうそうそう、待ってんのは暇だよね。うん、この暇な時間で基本的に僕は雑務をこなすんですけど、はい、はい、実際実験付きっきりっていうのはあんまし実はなかったりするんですよね。ね、見てるのは結構暇。うん、はい、こうやって上のいらないところを捨てます。これはもう完全に廃液ですね。はい、はい、でまた一番下にさっき取った方ですね、下の層のところをもう一回入れて。さらに洗浄を繰り返していきます。次は水酸化ナトリウム水溶液かなですね、うん、残った酸を水酸化ナトリウムの水溶液加えて中和していく作業ですね。はい、でこのできてきた生成物っていうのが下に溜まっていく状態です。はい、ここなんかコツとかあります？こういうのコツですか。コツコツコツね、コツコツソソーショコツソショーショコツソショーショ言えます？これコツソショーショコツソショーショ、あれ元何でしたっけ。コツソショーショコツソコショショショコショ、なんかこういう飲み物なかったですか。え、何ですかこれなんかこういうなんかこう商店街とかのテイクアウト専門店で売ってそうな色じゃないですか、はい、商店街でテイクアウト専門のなんかマンゴージュース的な感じですかね。はい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 、ああいうのトロピカルジュースみたいな。なんならああいうデザート僕あの高い料理屋さんで見たことありますよ
とこですか。こういうのなんかフォークとナイフずらっと並んでるところの最後に出てきましたよ。はいはいはい、液体ではなかったですけどね。あれこれ上に来てますね。上に来てますね。あ、いや下に、下っすよ。やっぱ下っすよ。いや、やっぱ下っすよね。やっぱ下っす。はい、こんな感じです。またチキンレース再開です。ここっていうところで止めますね。完璧ですね。はい、美しいです。完璧ですね。完璧ですね。はい、でいらないところをまた捨てていきます。そう、そういえば僕のいいことは聞いたんですけど、古川先生のいいところじゃない。いいところはいっぱいありいいところじゃないや。最近あったいい出来事とかなんかないですか。いい出来事か、はい、なんかあるかな、なんか最近どうですか。幸せだったこととか、はい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 、ワクテカしたこととか、はい、そういうこととかなんかないですか。あの放送できないことだったら結構いっぱいあるんですけど、ね、あ、それちょっと NG、ね、残念ながらちょっとと弊社では NG でお願いします。そうです。ちょっと言えない範囲の話だったら結構いっぱいあるんですけどね。いいやつなんかあんのかな。そうですね。なんかあの前回というか今までですね、あのフラクタルはフラクタルラジオというものをやってきたんですよ。はい。はい。その中ででも結構コメントとかいただいてまして、なんかあの自粛期間中やっぱみんなあの YouTube とかを。どうやら見てたらしくて、はい、でその間にフラクタルを知っていただいたとか、はい、あとはまあ一時期営業とかできなかったですからね、うん、まあ、なのでなかなか会えないお客さんとかも多かったんですけど、はいはいはい、そんな中でこうなんていうんだろう、フラクタルを見つけてくれたりとか、うん、あとはこうずっと YouTube 見ててくれてるっていうのめちゃくちゃ嬉しいなっていうのが最近というか今年の僕の良かったなと思うことです。ああそうだね、はい、めっちゃありがたいですね。ありがとうございますいつも。はい、というわけで実験の話からだいぶ遠ざかってましたが、これ何やってたんだっけ。これあれですよ、あのさらに洗浄洗浄を重ねてったところですね。はいはいはい、水酸化ナトリウム水溶液残っちゃうといけないからまた水で振って洗ったって感じですね。はい、ですです。でまたこれチキンレースです。こうね難しいんですよね。こう最後が狭いからこう今までと同じ速度でやるとストンと落ちるんですよ。はい、そうだね、キュッって感じです。はい、っていうのをろ過していきます。これちなみにあの固形物が入ってますけど、これは余分な水分を抜くために塩化カルシウムを入れてます。はい、脱水ですね。でこいつをろ過してナスフラスコに移していきます。まあ、ほぼほぼこの時点であのニトロじゃないや、アニン豆腐です。今なんか言おうとしましたよ。いや何も言ってないですよ。アニン豆腐ですよ。アニン豆腐です。アニン豆腐です。でここでアニン豆腐のなり損ないたちをこう分離していくっていう作業ですね。はいはい、これはいわゆる蒸留ってやつですか。はい、そうですね、アニン豆腐の蒸留をしていきます。あ、早いやつ出ましたね。そうですね、こんな感じ加熱しながら冷やすことによって沸点の違いで分けていくと思います。はい、僕と古川先生をパスに入れたらどっちの方が先に沸騰するのかっていう違いみたいな。そんな感じね。古川先生お待たせです。はい、杏仁豆腐作りました。はい、僕頑張って。本当ですか。うん、あの匂いも嗅いでもらっていいですか。はいはい、どこにあるのか分かんないですけど。いや、今ここです。ここ。ああ、もう杏仁豆腐。杏仁豆腐ですか。うん、完全に杏仁豆腐。じゃあ、はい、失礼します。ええー、じゃあ、合わせてもらっていいですか。はい、おいおい、赤いやつや。これ杏仁豆腐の液体バージョンです。実質杏仁豆腐。実際にあそこでさっき作ったやつですよね。そうですそうです。あのニトロなんとかってやつ。そうですね、ニトロなんとかですね。
実際さ、杏仁豆腐にニトロウェンジン入ってないですよね。気の持ちようじゃないですか。そうです、気の持ちようです。病は気からなんで。あ、そうですか。